こんなコメントをいただいたよ。要約すると、スプリング変えるとシフトフィーリングが良くなるよ。とのこと。試さないわけにはいかない。ついこの間に同じ箇所を整備したばかりだけど、しょうがないね。で、せっかくなんで、ついでなので、これですね。このスプリングも、ちょっと新品に交換します。これも一応シフトフィーリングに若干関係あると思うんですけど、このパーツはですね、この型番がですね、どの株も確か共通だった気がするんですよ。07だろうが44だろうが10だろうが、ここのスプリングは変更がないみたいですね。で、このスプリングだけは本当に形式ごとに型番がちゃんとあるぐらい違うみたいですね。誰か44とか最近のやつのこの実物持ってる人、この硬さとか太さとかちょっと教えてくれないですかね。こんなとこ気にする人ほとんどいないんですけど、これがですね、もともと JA07 についていた、スプリングですね。これをこう上にグイッて押し上げるためのスプリングですね。こうかな、こういう風に、ここがケースにグッと引っかかって、これがグイッと上に上がるっていう、そのためのスプリングなんですけど、これをですね、JA10 用のスプリングに交換したくてですね、ちょっと注文したんですけど、これがそうなんですけど、これなんか他のパーツは返品できるんですけど、これは返品不可ってなったんですよ。ちょっと開けてみましょう。これですね。あ、すんごい違う。めちゃめちゃ硬くなってる。07の方はもう本当にこう指でこうやった時にクニックニッと押せるんですけど、こっちの10はですね、10用のやつはもうちょっと指だとね、かなり硬くて痛いですね。ちなみになんですけど、今この07用のパーツは注文できるんですよ。で、これが、10用なんですね。 JA10 で、さらに JA44 用の、このスプリングもあるんですよ。この型番が違くて、ちゃんとそれ専用のがあるんですよ。ただ44のは使えるのかどうかはちょっとはっきりしないんですけど、少なくともこの10のはこれ対策用でもあるんですね。07のこのスプリングが硬ければ硬いほど、シフトを踏んだ時の硬さはこいつがだいぶ影響があるんではないかなと思うんですよ。最新版、JA の59とか、まあ、JA60 かな、もう最近のやつってちょっとインプレとか見るとかなりチェンジペダルが硬いっていうか渋いとかっていう、そういう動画を見たことがあるんですけど、もしかすると最新の現行のようなこれがもっと硬くなってるのかなと、もっと太くなってるとかね、そういうことなのかな。このスプリングの影響っていうのは結構あるんではないかなと思って、今回はこれをちょっと交換したくて買ったんですけど、07のギア抜け用の対策のセットっていうのが売ってるんですけど、それにですね、このスプリングがついてくるらしいんですよ。こいつ変えるってことはやっぱ変えた方がいいとこなのかなと思って、ただこれだけ変えてどれだけ意味があるのかっていうのがちょっと疑問ではあるんですけど、シフトのフィーリングは相当変わるんではないかなと思うんですよ。長くなりましたが、交換理由は以上です。 JA10 に使われてるなら JA07 にも使ってみようという遊びと好奇心です。ちなみに JA10 用のスプリングの方が太さも硬さも上ですね。今回交換するパーツ、ほぼ再使用不可の消耗品。細かい分解は飛ばします。気になる方は概要欄に以前の動画を貼っておきます。今回交換するスプリングはここの2箇所。交換自体は簡単です。ただここまでバラすのがめんどくさい。パーツが来るまで時間があったので2台バラしちゃった。バラすのは比較的早めにできたよ。最近整備したおかげで完全に真剣ゼミの漫画状態。無印の方も、まあ、カブプロと全然変わらないですね。
どっか傷んでるってわけでもないし。この前交換したばかりのガスケットが無事死亡。連休中なので注文もできないから直すよ。幸い綺麗に切れたからつなぎ目も綺麗だよ。瞬間接着剤でペタリ。戻った。パーツが来たのが夕方だったので次の日だよ。交換は簡単。ボルトを外すくらい。ここは少し引き抜くと映像のようになるよ。あとはスプリングを外すだけ。スプリングは上下があるよ。こっちが古い方ですね。こっちが新しい方です。正直ね、ここはねほとんど変わらないですね。劣化してるって感じもないですね。まあ、せっかく新品買ったんで交換しますけど。取り付けの際はここのスプリングは先に下に通してからの方が楽だよ。取り付けたら元に戻すだけ。これが、古い方のスプリングです。で新しいのに変えます。古いのじゃあの。ここはネジロック材を塗布だよ。よいしょ。わあ、これは硬いな。ちょっと手で押してみるか。ちょっと手じゃわかんねえな。交換自体はこれで完了だよ。あとは元に戻すだけだよ。これはスプリングの交換後だよ。そしてこれは交換前だよ。わかりづらいけどかなり変化があったよ。相当しっかりギアが入る感触があるよ。今までよりは重さもあるね。いや全然違いますね。相当硬くなりました。特にこのシフトを上げるときがですね、かなりガチャンって感じですね。気を良くしたので無印も。無印もうまくいきました。ロータリーもちゃんと機能します。あとガスケットも無事生還。一晩様子見したよ。今回交換したパーツ、ロックナットは交換しなくてもいいのですが、角が舐めると面倒くさいので保険です。費用はこんな感じ。2台分と考えるとやはりコスパがいいですね。実際にはガスケットも追加した金額が現実的かな。メインのスプリングも300円以下です。効果が体感しやすいので価格以上にお得感がありますね。今までに比べたら若干硬いって言えば硬いんですけど、まあ言うほど硬いって状態ではないんで、ほんのちょっとフィーリングが硬くなったかなって感じなんですけど、もともと壁プロは中古だったんで、もうだいぶスカスカっていうか、かなり柔らかかったんで、それから比べると相当硬くなりましたね。で、もともとこの07って多分下部110のシリーズの中で一番柔らかいんじゃないかな。おそらくこの感覚が、JA の10とほぼ同じなんだと思うんですけど、それ以降のは
JA10 と同じか、もしくはもうちょっと硬くなってる JA の07に乗ってる時のギアチェンジの仕方としては、しっかりと踏み込むっていうようなことをね、まあ言ったことがあるんですけど、これの原因みたいなのが一つ、このシフトの柔らかすぎるっていうところなのかもしれないですね。相当軽いんですよ、07は。軽すぎるがゆえにポンってやると一応シフトが動くんですけど、それがですね、ちゃんと入ってないような感じになっちゃうのはあるんですね。それがまた余計にギア抜けの要因の一つみたいになってるのかな。だからスプリングもう07以降は硬くしてるのかもしれないですね。新型の動画を見たりするとだいぶ硬い硬いって、なんか乗ってる人が驚くぐらいの硬い状態みたいですね。まあ、もちろんあの新車だからっていうのもあるんだと思うんですけど、慣れてくればもうちょっと柔らかくなるのかな。まあさすがにあのスプリングを交換しただけなので、実際エンジンが元気になったとかそういうのはないんですけど、ギアチェンジに関しては明らかにカッチリしてますね。ただここのスプリングを変えたことによって、これがメリットになるのかデメリットになるのかはちょっとまだわかんないんですけど、シフトフィーリングが変わるっていうのと、カッチリ感は出る。その代わり若干まあ重くなるのかな、重いような感じにはなる。重いって言っても本当に大したことないんですけど、まあ言い方を変えると入りづらくなったとも言えるかもしれないんですけど、それは07と比べての話なので、07が入りやすすぎるんですよ。あれ本当に柔らかいんですよね。ソフトすぎる。これぐらい節度あるカチカチっていう感じの方がいいかもしれないですね。 JA の10以降に乗ってる人が07に乗った時、もしかしたらシフトがすごい違和感があるかもしれないですね。柔らかすぎるとか、なんかぬるっとするとも言えるかもしれないんで、相当ガチャガチャってなるようになったかな。これうるさくはないんですよ。別になんかすげえうるせえシフトノイズが出るとかそういうのではないです。なのでもしここのスプリングを変えるんであれば、JA10 用のスプリングに交換してみるのもありかもしれないですね。44のスプリングがどうなってるのかがちょっと気にはなるんですけど、最新の59とかもうクロスの60とかあそこら辺のはもうどうなんですかね。スプリングが変更になってるのかなってないのか調べたんですけど、ちょっとまだわかんないんですよね。ホンダのホームページにもパーツカタログがまだ載ってないので、それを調べるためだけにちょっとパーツリストは買えないんでね、高いんでね。なのでもしもうそこ分解して確認してるよっていう人がいたら、どんなスプリングか教えてほしいですね。あと皆さんが乗ってるあの下部のシフトチェンジの硬さってどんなもんなんですかね。みんながそれぞれ思ってるのってどんな印象なんでしょうかね。44に乗ってる人は硬いって思ったことないよとか、いや柔らかいようなのか、 JA の10乗ってる人は結構硬いよとか柔らかいよって。 JA07 は間違いなく柔らかいですね。110史上一番柔らかいフィーリングだと思いますね。ここら辺はあれですね、ホンダも多分2段クラッチとか操作性を上げようとした結果、ソフトにしようとしたんだけど、それが多分裏目に出たんでしょうね。そこだけはちょっと固めにしてガチッガチッといくように、その後07以降はそういう風にしたんじゃないかなってこう触ってたりいじってたりして思ったんですけど、ちなみにあの C125 も調べたんですけど、あれはやっぱエンジンがそもそも別なんで、形状とかも全く別でしたね。まあ結果としてまたカブプロがちょっと元気になったっていうだけのあのパーツ交換になりますね。まあ無印もついでに交換してしまったんでね、あっちも結構変わったんじゃないかなって思います。無印にも乗ってるんですけれど、やっぱりシフトがちょっと硬くなってますね。カブプロほど下手ってなかったんですけど、それでも体感するくらいには
硬くなってますね。まあかっちりするようにはなりました。ただ結局これでギア抜けがなくなるわけではないので、まあ完全にお遊びですね。ある程度はしっかり踏まなきゃいけないんですけれど、そのしっかり踏むことによってギア抜けそのものがなりにくくなるっていう、副作用というかそういうのが出ましたね。まあ、あまりラフにギアチェンジをしない方がいいっていうのはどの株でもそうかもしれないんですけど、まあ、ここのスプリング変えたことによって自分の乗り方だと余計にギア抜けはしなくなったんじゃないかな。そういう点では交換したのには意味があるかもしれないです。やっぱギアは入りやすくなったかもしれないですね。よし、ギアチェンジがしやすくなったからきっと坂道も楽に登れるでしょう。まあ楽に登れるわけないんだけど、果たして忙しいギアチェンジにも耐えられるかな。まあ耐えられるかなって意味わかんないけど、ガチャガチャするようなギアチェンジはどうかな。よいしょ、まあしっかり入る分やっぱこういうとこでもいいかもしれないですね。まあ、でもちゃんと入るからいいかな。これ動画じゃ多分わかんないんですけどね、結構登ってるんですよ。ああ、ギアチェンジはしやすかった。丸と、すっごい、あそこまで行くってか。ここにバイク持って行く人初めて見た。株でもあそこ入ろうと思う。眺めのいいところだね。全く迫力が伝わらないのが残念。お家に帰るまでがしそうだよ。たとえ車が道を塞いでいても事故らないようにね。うわ、ぶねえ。おい、マジかよ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。よかったらおすすめのアニメを教えてください。それではまた。